こんにちは、ケーズギターワークス吉松です。坂本です。はい、今日なんですけど、まあ告知動画ですよね。そうですね。うん。で、坂本くんは久しぶりの登場ということで、はい、確かね、前回ってか前の動画だと体調崩しててっていうまんま最近出てなかったんですが、舞い戻ってきております。お帰りということで。ケーズギターワークスの方がデジマートで昔やってたんですけどね。うん、らしいですね。はい、改めて復活ということで、うん、デジマートの方でいろいろものを販売させていただくということになりました。ここ撮影ブースがいつもとちょっと違うかなって皆さんお気づきかと思いますけど、うん、まあこれこそね、そのデジマートとかのギターの撮影だったりをするちゃんとこういうブースをね、うん、今用意してまして、映ってないですよ、そっち側も一応、ね、そう作業場として、作業場としてっていう場所になってますんで、うん、まあ結構ね、その販売に対してとか、販売というかもう今こういう YouTube とかもやらせてもらってて、ギターとかもねちゃんと綺麗な写真を撮りたいし、うん、まあ、あのもうちょっと発信力というか、う、ね、皆さんにケーズを知ってもらうきっかけにつながればいいなと思って、まあこういった形で、うん、まあ動画も撮ってるし、デジマートの方も始めた、改めて始めたっていう感じですね、うん、まあでも実際こうやって見てもらってるから次どん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 進めてるんで、うんうんうん、やっぱ、いや本当皆さんのおかげです。こういうのもね、皆さん見てもらってるおかげで用意しようかってなったんで、うんうんうん、だからね、原動力というかになってますね、うん、まあてな感じで、まあ、デジマートの方の話を詳しくこの後させていただきますと、まあ、販売するものなんですけど、うん、まずは、まあ、アウトレット品、アウトレットってざっくり言っても分かりづらいかなと思うんで、うん、詳しく言うと、まあ、プロトタイプだったりとか、あの旧仕様、うん、あのもう今は作ってなかったりするようなパーツが乗った、まあ、ピックアップが乗ったとか、そういったものがマウントされてたりとか、うん、あとは、生産完了品もう一応過去には作ってたけど今はもうラインナップからは外れちゃってるものだったりとか、うん、あとは、まあ、アーティストに貸し出してたもの、はいはい、で、ちょっと小傷だったりとか、うん、まあ、人が使ったものだけどその分お安く、うん、まあ、お出ししますよみたいな。あとはそれこそ工房で試奏機として使ってたモデルとかっていうものを随時、まあ、販売していこうかなと思っております。あとは、そうですね、他に、まあ、もうね実際出品始めてるんですけど、そうですね、でしかも、うん、もうちょこちょこ動き始めてる、もうありがたいことにここにいただいた方とかもいて、はい、今のところだとそのケーズギターワークスだからっていう商品じゃないものも出してます、うん、実はっていうのが、うちのお客さんとかから直接その販売委託ということでお願いされているものも、うちからお出ししてるって形になるので、別にケーズのギターじゃないものだったりとか、うん、そういったものも覗いてもらって気になるものとかあれば、はい、今でこそすごいちょっとレアなものとかいっぱいあるんで、そう今本当そういうタイミングでいろんなものがあるんで、まあ、今後もそういうのが、うん、まあ、お客さんからお願いとかあれば今後も出していくかなと思います、うん、なので改めてまとめると、まあ、いわゆるアウトレット品、うん、まあ、そのアーティスト貸し出しだったりとか、あと試奏機だったりとか、うん、あとは旧仕様生産完了品みたいな自社のものなんだけど、お店さんにはもうちょっと卸さないかなみたいなもの、うん、あとはお客さんからの販売委託のもの、あと、まあ今後そのせっかくデジマートとかやるの で自社でのその販売ルートとか、ね、うん、まあそういうことにつながるんで、例えば、うん、最近エフェクター出してますけど、なんかフェイスプレート違う色の限定品みたいなのとか、はいはい、はい、いいですね、うん、あ、まあね、ゆくゆくそういうせっかくやってるからには展開とかも考えていければなと思いますので、うん、ぜひご期待ください。まあ改めてお伝えしますけど、新品は基本お出ししないっていう形なので、うん、まあぜひ新品というか、現在生産しているモデルとかで気になるものがある方は、うん、お問い合わせいただくか、楽器店さんの方で試奏なりしていただいて、うん、まあぜひ手に取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、ケーズギターワークス、随時ね、SNS とか、まあ、Twitter、Facebook、Instagram で、まあ、新製品だったり、お客様のオーダーで作ってるものも、情報を発信してますんで、ぜひそちらもご覧ください。で、今回からデジマート。あ、そうですね。はい、ぜひデジマートも追加してもらって、はい、ご覧くださいと。まあ、ね、YouTube も今後とも皆さんに楽しんでいただける動画出していきますので、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上、ケーズギターワークスでした。